岸本吉右衛門4代、岸本吉右衛門から1924年10月28日は、明治から大正期の実業家、大阪最大の鉄鋼豚屋岸本商店の4代目店主、旧姓、村田、陽明、昭一郎。摂津国大阪、現在の天神橋筋2丁目で、村田と次郎の次男として生まれる。河原町1丁目の鉄商、千億に奉公し、 天守の三代、岸本吉右衛門に見込まれて、その長女久と1883年に結婚して、婿養子となる。1895年12月に、家督相続して、吉右衛門を襲名した。1911年、今泉海一郎と大阪製鉄所を成立する計画をしていたが、白石本次郎からインドベンガル参戦鉄を紹介されて、輸入の方針に転じ、 ベンガル製鉄の先鉄について、極東独占販売権を取得し、輸入をはじめ、1918年には、インド鉄鋼会社の設立に参画した。また、日本交換の設立発起人となり、大阪の株主の取りまとめを担った。1912年後、司会者岸本製区議所、1916年、岸本製鉄所をそれぞれ設立し、 先手生産にも進出しようとしたが、第一次世界大戦後の需要源を見越して、売却を行った。1918年に、岸本商店を株式会社に改祖した。その他、日本交換取締役、日本エナメル取締役、電気製鉄取締役、帝国芋の監査役なども務めた。公共のための寄付にも熱心で、大阪市の市民病院建設事業に100万円を、 提供している。ありがとうございます。